は中、私のふるさとでビールの祭り。中国でビールを飲む、よく飲む、よく飲む。ますか？大好きよ。でも私は、まあまあ。ちんた。あ、これは中国の景色。これは僕は一番行きたいのところ。風景が綺麗し、人々が親切し、とても行きたい。これは中国のどこ？あ、日本語の発音がちょっとわかりません。西双版纳。是中国的。是。ビルは何ですか？どんな何？ビル？資料と。西双版纳。これは大仏の寺。さあ、以上です。宋さん、いつ結婚しますか？つけます。国へ帰った時。おめでとうございます。あ、そう、彼女の写真は？あ、彼女の写真は今多分。宋さん、はい。いつから中国人は、宇宙船を作るんですか？いつから？去年。ああ、この人の名前、宇宙飛行士。外資の名前。中国語、宇宙は太空。太空。太空。ヨーロッパで、中国の宇宙飛行士は太空なんです。中国の、太鼓の音。この意味は？アメリカのはアストロノット。ロシアのはコスモノット。中国語の太鼓の音。太鼓。太鼓の音。太鼓は宇宙ですか？知らない、知らない。多分中国語で、多分知らない。どういう宇宙？中国語で宇宙。宇宙。
宇宙。宇宙。発音が一緒なんですけどね。マジで。あの漢字が一緒です。宇宙。そうそう。会社。会社のために沖縄に来ましたか。はい、そうです。毎年私の会社と沖縄の交流会が1回ある。質問、コメントなど、はい。さっきこのシーションパンナ、これ お寺の、タイプは、タイのタイプみたい。だからちょっと質問した。タイのお寺みたい。でも中国の大仏、大仏はタイのから中国になれば昔そして建物が一緒です。